これね、ちょっと注意していただきたいのは、やっぱりちょっと黒いんですよ。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日は LDK コンシーラー検証やっていきたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しております。チャンネル登録よろしくお願いします。 LDK っていう雑誌ご存知でしょうか。何の忖度もなく検証してランキングをつけているっていう、かなり信用度の高い影響力を持った雑誌でございます。今やね、ドラッグストアに LDK1 位とか2位とかっていう、もうね、それが売りになるぐらいの影響力を持っている雑誌。こちらで、1位から5位のコンシーラー出ていたんですが、今回はよれないコンシーラーっていうことで、これをですね、私の特徴であるこのシミと、このクマはクマでもたるみグマに使ってみて、オバベ代表57歳バケコはどうだったかっていうのをね、リアルに検証していきました。はい、こちらもですね、実は12時間検証それぞれ5日間かけてやりました。サブチャンネルでぜひまたそちらの方の動画も合わせてリアルにやってるので見ていただきたいところですが、それを踏まえてその経験を通して今日は皆さんにお伝えしていきたいなと思います。まずですね、どんなランキングだったか。はい、5位エスプリーク、はい、エスプリークです。こちらのコンシーラーが5位。そして続いてがクラブエアリータッチコンシーラー、こちらでが第4位でした。そして第3位、カリプソマジックコンシーラー、こちらですが第3位。そしてこれは以前にでもうね、ちょっとご紹介させていただきましたが、はい、ディオールフォーエバースキンコレクトコンシーラー、こちらが第2位です。そして第1位、ディオールを抑えての第1位がなんとプチブラ代表、プチブラ代表セザンヌさん、セザンヌのストレッチカバーコンシーラー、こちらがなんと1位という結果でございました。こちら LDK 検証の結果でございます。これをですね、第5位から私1日1個12時間かけて検証していきましたが、まずちょっと色を見ていただきましょうか。こんな感じでございます。これまあ約5分から10分前ぐらいにちょっとつけましたが、もうすでに5位なんかは乾燥しているのを分かりますね。なので特徴もすごく分かりやすいのかなと思います。色の感じも割とね、それぞれ3番のカリプソのマジックコンシーラーなんかはちょっと白いなっていう印象ですし、これ2位はディオールさんですね。これ1位のセザンヌさんはちょっとオレンジがかったような感じの、ちょっと濃いめの色ですね。4番は割と黄色みがかっている、黄色っていうか割と黄みがかった白っぽい色な感じですよね。こんな特徴がございます。はい、こちらをねちょっとやっていきましょうか。はい、今日はちょっと分かりやすくするためにチークは省きます。チーク省いてのこちら、ちょっと感じだけ見ていただきましょうね。もっとそもそもね、ちょっと液体がサラッとしている感じ、ベタってついてこない感じです。分かりますか。もうすでにこうやった時にあんまりベタって感がない。ここしごかなくても、ここの先端のチップのところがですね、割とふわふわしていて、割と液状でサラッとついてる感じです。だからまあ乾燥しやすいといえば乾燥しやすい。ここですね、ちょっとつけて、ここもちょっとつけて、まずはシミからちょっと置いていってみます。乾燥しやすいからこれすぐ叩かなきゃいと。はい、そしてこちらキッシュファンデーションブラシ、こちらでちょっとトントントンと隠して、あんまりねベタサラッとしてます。液状、液がもう本当にサラッとしているからすぐ乾燥しちゃうんだけど、ちょっとあもう全然隠れてないじゃん。ちょっとつけ方が弱かったね。もう一回ちょっとやっていいですか。
非常にサラッとしている薄付きなんですよね。だからベタってつかない感じだからちょっと隠れきってはいないんですけど隠れきってはいないけどサラッとしていて乾燥もすごく早いので崩れにくいは崩れにくいです。隠れてないね。でも私やった時もうちょっと隠れてたんだけど、ちょっともう一回やってみて。もうちょっと隠れたはずなんだけど、重みが全くなく軽いので厚みは出なくてちょっと物足りないなと感じる人ももしかしたらいるかもしれないです。だけど割と崩れにくくはあった。でも隠しきれるかっていうとそれもちょっと怪しい感じではありますけど薄くて薄い方が好きな人は結構好きかもしれない。うん。で目の下いきますよ。目の下たるんでいるのでここだけです。つかないのね。本当になんかサラッとしてあんまりつかない感じ。ちょっとこれでいきますよ。これでこんな感じですね。結構薄いシミの人でそこそこ普通肌だったり結構皮脂が出やすい人とかはいいんじゃないかなっていう気はしました。はい、こんな感じですね。うん、私はね結構好きでした。完全に隠れるわけではないけど軽いから好きだった。重みがない、厚ぼったくならない感じが好きな感じでした。はい、続いて第4位のクラブエアリタッチコンシーラー、こちらを使っていきたいと思います。こちらもねやっぱチップコンシーラーです。今回ねなんと全部がチップコンシーラーでした。そういえば5位から4 1位まで全てがチップコンシーラーですね。はい、これ使っていきます。まずシミのところ、これもね割と薄付きなんですよ。こうのせた時にねちょっとしてない感じ、割と薄付きでサラッとしてる感じです。こちらも先ほどのエスプリークよりはちょっと粘度がある感じですね。はい、さっきのエスプリークよりはちょっとカバー力が高くなるかなっていう感じがすると思います。まあねちょっとやっぱり完全には隠れてないけど、まあこんな感じ。うん、ここねでっかいのでね結構ね隠しにくいんではある。この辺とか濃いんですけどここ隠した時はこちら結構ね綺麗に隠れてましたよ。うん、こんな感じですね。そして目の下ですね。そしてたるみグマをやっていきたいと思います。こここんな感じですね。結構綺麗に消えるかなと思う。割と、うん、こんな感じでございます。まあまあこちらもですね割と崩れにくかったかなと思うし、よれるっていう意味ではねどれもそんなによれなかったかなっていう気はするんですよ。でやっぱりね12時間も経てば多少の毛穴落ちはしました。だけど割とこのエスプリークに関して先ほどちょっとエスプリークに戻りますけど、エスプリークは割と軽いのでまあ隠れないんだけど毛穴落ちも少なかったかなっていうのが私としては印象でございました。はい、まあちょっと余談でございますがそんな感じ。はいはい、続いて
第3位カリプソマジックコンシーラー、こちらを使っていきたいと思います。使っていきます。シミね、まずはシミを隠していきます。これはちょっとピンクでちょっと白っぽい色です。ポンポンしていきます。これね、ちょっと白いんですよ、私の肌には。なんですけど、これね、白いじゃない、こうやってちょっとここが白っぽくなっちゃうじゃん。そういう人多いと思うんですけど、ここのシミのとこだけ優しくポンポンってしたら、周りをこうね、後からぼかす、なじんでくれる。ちょい白だね、やっぱりね。こんな感じです。じゃあクマ行きか。クマ行きましょう。これですね、このちょこっとだけ。ちょっとつけすぎたかもしんない、これは。意外にね、どれも結構クマに使えたんですよね。チップコンシーラーって割と乾燥しやすいものが多いと思うんですけど、クリームのタイプよりも。だけど割とエスプリークはすごく乾燥しやすいんだけど、軽いのであんまり気にならなかったって感じですよね。乾燥が軽いから、薄付きだからあまり気にならなかったしっていう感じで、これもまあまあ消えてますよね。ちょっと白いけど、若干白いですけど、うん、こんな感じです。まあね、シミはちょっとやっぱり白すぎてもシミってやっぱりね、消えないんですよ。ちょっと濃いめの色の方がシミは消えやすいっていうのが、多分これはね、色の選択で、もうちょっと濃いめの方だとシミは消えるかなっていう気はします。はい、ちょっと白い、うん、っていう感じでした。はい、続いていよいよ第2位、ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー、こちらを使ってまいります。まずはシミから。これはね、色がやっぱ好きよ、この色。絶妙な、ちょっとピンクっぽくて少し濃いめで白くないから、やっぱね、この色はいいよね。一番結構消えやすい色だと思います。ポンポンしていきますよ。こんな感じ、割とねっちょりしてるんですよね。イメージとしては割とこう、わかるかな、ねっちょりだから、結構クリーム状な感じです。サラサラはしてない。目の下いきます。こんな感じですね。はい、まあ、よれにくいっていう意味では結構保湿効果が高いので、よれにくいんかなっていう気はしますね。乾燥はあんまりしない感じがする。うん、こんな感じ。
特に目の下なんかは結構寄りにくいかなと思います。乾燥肌さんとかやっぱこれすごい好きなんじゃないかなっていう気はします。ただし私の場合はやっぱ皮脂が出やすいから、あの時間の持ちで言うと結構ね浮き出てきちゃったりとかする場合もあったなっていうのが感想としてはある、うん、な感じです。でもまあね割と隠れてると思うし、色がやっぱり結構好きですねこれね、うん、こんな感じでございました。続いて堂々第1位セザンヌストレッチカバーコンシーラーです。はい、こちらさあ使っていきましょうか。シミ、これもちょっと濃いめの色で、これぐらい濃いめだとシミはやっぱ隠れやすい色ではあるんですよね。で普段私はこの下にチーククリームチークのを使っているので、赤が入ることでさらにちょっと消しやすいは消しやすいんですけど、今日はあえてチークをしないでの検証、しないでやってますけどね。はい、じゃあポンポンしていきます。ただねこの色結構割と濃いめかなっていう気がしたので、私ぐらい結構濃いめの肌の人はいいけど、色の白い人はちょっと浮く可能性もあるかなっていう気もしなくはない色かなっていう気は私は個人的にはしたんですけど、まあ完全に隠れる感じではないですけどね、こんな感じちょっと残る感じですね、うん、そして目の下いきます。いきますよ、これですね。以前ですね同じこのストレッチカバーコンシーラーのオレンジを使って、私は目の下にのクマに使って、うわこれすっげー消えるって驚愕したことが以前ありましたが、まあ、若干ねやっぱり乾燥肌さんには少し乾燥するというような結果があったかなっていう気はしてますが、こんな感じ。私個人的にはねこの目の下のたるみグマに関してはやっぱこっちの同じストレッチカバーコンシーラーなんですけど、これよりはちょっとオレンジの方がちょっと白いんですけど、目の下のクマに関しては消えやすいかなっていう印象はあります。色はちょっと濃いですよね、なのでっていう感じです。うん、私個人的にな感想を言うとですね、やっぱ軽いのはこの実は4位5位が結構軽さがある、こちらの5位のエスプリーク、これですね。もう塗ったそばから結構乾燥してる感じがありましたけど、ベタってつかなくて軽い。5位はとにかくエスプリークは軽い、まあ隠れるかっていうとちょっと微妙なところではありますが軽いです。で4番のクラブも、4位のクラブも色が割と私は嫌いじゃない色で、これも割と軽いんです。軽いから個人的には好きなんですよ。で1位2位っていうのは確かに保湿効果高いかなっていう気はするんですが、ちょっと重さが出るんです。隠れるのはまあ2番この2位のディオールがもしかしたら一番消えるかなっていう気がしました、シミに関してね。うん、で目の下に関しても割とこう程よくやっぱり優秀だなっていう気は私的にはしてます。目の下のたるみ具合に関しても乾燥しないしっていう感じがしているので、乾燥肌さん、皮脂が出にくい人っていうのはやっぱりちょっと高いけど、この中ではダントツ高いんですよ。一つ飛び抜けて高いけれどもやっぱり優秀なのかなっていう気が個人的にはしているですね。ただセザンヌね1位なんですが、これねちょっと注意していただきたいのはやっぱりちょっと黒いんですよ。なのでオバベさん、くすんだ人は
ちょっとね色が少しこう落ちる感じっていうか肌色のがなんかくすんで見えるっていうのも多少感じるかなっていう気がしなくもない。だからまあシミが濃い人とかはあの結構これで隠して上からファンでしょっていう感じで対応するといいのかなっていう気が個人的にはしてますっていう。クマに関してはどうですか、同じですか。クマに関してはね、あのいい質問でした。はい、クマに関してはあのねこれ乾燥しやすいんだけど、この辺は割と乾燥しやすいけれども、あの軽さがあるから割とこうちょこっとつける分にはそんなに気にならない。こちらもマジックコンシーラーはちょっとシミには白い、シミには白いですけれども、あのクマに関してはいい感じ、好きです。まあこの、まあ、ディオールは先ほど言った通り、うん、保湿効果も高いしよれない、やっぱりよれにくいはどれもよれにくかったです。目の下、セザンヌも、ぜひですねサブチャンネルで12時間検証もやっているので、そちらも合わせて見ていただけると自分には どれが合うかな、うん、あくまでもこれは私の肌での検証だったので、あの特徴も言っているので、ぜひですねそちらを見てあの自分に置き換えて照らし合わせて、合うものを見つけてみていただけたらと思います。参考にしてみてください。ではバイバーイ。チャンネル登録。